はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。今日は土曜日なんですけれども、今日は午前中で自分のところの仕事は終わりでした。で、その後に月末だったので、タイムカードとかのこう時間を締めて、で、計算して、結果を報告して、で、一休みして、で、職場でちょっとウクレレの練習をしてから、今日は夕方からバイトです。夜のバイトですね。夜のバイトって言っても、佐川、小児救急をこうみんなで有志を募って回していますので、今からこうちょっとドライブしてから佐賀の夜間の小児救急で薬を渡すっていう仕事をしに行きます。で、もうそのバイトは始めてからどのぐらいかな、もう15年ぐらいもっとかな経つんですけれども、結構好きで続いてるんですよね。こう仕事自体こうあちこち転々としてきたので長く続いたことっていうのがあまりないんですけれども、一番長くて6年ちょっとかな。ただこのバイトだけはもう15年以上続いていますから、僕にしてはよく続いている方だと思います。で、何が楽しいかっていうと、薬剤師っていう仕事は薬局で勤めていると基本的にはもう箱の中で仕事をしていますから、いろんな人と接することっていうのがあまりないんですよね。で、バイト先は有志を募っているので、薬剤師だけで何十人か登録してますもんね。なので、毎回こう、パートナーが違うので、いろんな人と話ができるっていうのと、ドクターも結局、有志を募ってますから、小児科の先生ともいろんな人と話ができるっていうのが、ものすごく大きなメリットだと思います。で、看護師さんとも、当然受付の方とももうたくさん話ができるので、やっぱり人との輪が広がるっていうのと、こういろんな人と話をして学ぶことができるっていうので、ものすごくこう僕にとっては勉強になる場所、自分を磨ける場所になるので、続いているんだと思います。当番って言っても平日に月に1回ぐらいで、土日も月に1回ぐらいの、2回あるかないかぐらいの頻度でしか当たりませんから、そんなにこう負担はならないですもんね。日曜日の夜とかに当たると翌週がちょっとなんか最近はちょっとしんどいかなと思う時もありますけれども、それはそれで仕方がないですし、今からの季節はこうインフルエンザが流行りだすと、もうまさに地獄絵図みたいな状態で、今年か成人の日あたりはもうひどかったですもんね。こうトイレに行く暇もないみたいな状態で8時間ぶっ続けで仕事になったりするので、こう衛生上は時々はこう良くないです。疲労感はものすごく溜まっときありますけど、それでもそんなこうやりきった感が強いっていうのは、普段一緒に働かない人とそれだけ忙しい中仕事するわけですから、こうなんか達成感みたいなものを一緒に分かち合えるっていうのも、楽しみの一つなのかなと思います。なので、今日は誰とパートナーがまだ確認していないので楽しみではあるんですけれども、そんなにまだ忙しくないんじゃないかなと思うので、ゆっくり話ができればなと思っています。そんなでこう、僕自身こう薬剤師として普段管理薬剤師なので、他の店舗で仕事っていうのはできないんですけれども、勤務許可証っていうのをちゃんと保健所だったかなに登録出しているので、そこは許可をもらってちゃんと働いているんですよね。なので自分の薬局と自分働いている薬局と、あとはその小児救急と、あと学校薬剤師って言って、僕は中学校の担当なので、時々こうプールの水の検査に行ったりだとか、部屋の明かりの検査に行ったり、あとは依頼があればこう講演じゃないですけど授業をしに行ったりとかっていう形で学校薬剤師もさせていただいてます。なので今仕事で外に出てるのは3つかな。あとは東洋医学会っていう漢方薬の学会のその部会の改定をしているので、学会があるとちょこちょこその学会に仕事があるぐらいで、それも年に1回か2回ですもんね。なのでメインは自分の働いている薬局なんですけれども、それ以外でも仕事をするっていうのは経験を積むっていうのではものすごくいいことかなと思います。で、日本人はやっぱり終身雇用っていうのが今でこそ薄れてきましたけれども、以前はもう一度入社したら一箇所でずっとっていうのがやっぱり基本的な考え方だったので、一つしか経験しないっていうのは僕としてはちょっともったいないのかなと思います。いい悪いではなくて、こう一つのところですごく深めていくっていうのもものすごく大切なことですし、素晴らしいことだと思います。ただ向き不向きがあるので、我慢してこう潰れてしまうまで一箇所にいるよりは、合うところが見つかるまで探すっていうのも一つ方法としてはありだと思います。ただ嫌なところばかりを探して転職すると、どっちしても嫌なところしか見つけられないですから、その
ばして転職っていうのであればする価値があるのかなと思っています。なのでこう、まあ、いろんな今副業みたいなものがこう許可される時代になってきましたので、よかったらいろんなことを経験するっていうのは本職をこう質を上げるっていうのでも効果があると思いますし、こうやってこう、まあ、YouTube を動画にアップするにしても、まあ、ブログを書くにしてもアウトプットの練習をするっていうのもやっぱり自分を磨くのには必要だと思いますから、まあ、一箇所でずっと収まるのもいいでしょうけれども、いろいろ経験するのも楽しいんじゃないかなと思っています。ということで今からバイトに向かいますので、これで失礼します。カズヤとマコでした。ありがとうございます。失礼します。